これよ、これよ。三、二、一、ゴー。はや。ノブ引いとけよ、お前もう一回しかやってないんやから。これきついよ。ノブ引いとけよ。ノブ引いとけ。それではもう最後綺麗に終われるからな。ノブお疲れ。あ、風車を入れるんや。あ、なるほど。風車入れて。あ、掃除ってないね。あ、そういうことか。いやでも風車大きなったら多分。風車が後ろで。いただきます。やめてって、やめてって。来とる来とる。アンガ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 。私多分このゲーム外したことないので。もうこれ当てるために今しばらく食事抜いてるので絶対いけると思います。はい、直感で野生的な感じいける、はい、いけると思います。失敗しない女三浦アナ、これまで数々のそっくりスイーツを見破ってきたが、果たしてこの4つの DIY グッズのうち1つだけがスイーツ、皆さんは見破れましたか？では太一が選んだレンガはスイーツか、それとも本物かスイーツか、口を開けてください。どうぞ。ガンってガンってあれマスか？レンガ味のチョコだ。これはレンガです。ただレンガかじった。これレンガ、ただレンガかじった。では三浦アナが選んだペンキスイーツか、大丈夫か。じゃあペンキ飲んでもらいましょうか。ペンキ、無理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 。ペンキだったらダメか。これダメじゃない。なんかこれはじゃあ座って、座ってください。ゆとちゃん死にたくない。ゆとちゃん座ってください。じゃあもし飲み込めなかったらもう出しちゃってください。死にたくない。さあじゃあ、さあこのペンキは本物か、果たしてスイーツなのか。口を大きく開けてください。大丈夫、大丈夫、気をつけてよ。こぼさないようにね。ペンキですから。ペンキじゃん、ペンキじゃん。すごいペンキ飲んでるこの人。何、ペンキどうですか。おいしい。なんだ、いちごミルクの味がする、ということでペンキはスイーツです。マジで。ハケは、ハケはなんとこのハケもスイーツです。このハケスイーツ、ハケのブラシの部分、そのブラシのとこ。アメだ。あ、アメだ。カリッツと、え、ハケ食べてる。おいしい。このちゃんがおかしくなっちゃったみたいな。おいしい。ハケブラシつけてくれてる。つけてつけて。おかしいよ。ほらほら。おかしくなっちゃった。ミトちゃんおかしくなっちゃった。正月から。おいしい。取っ手の部分もどう？どうですかそこ？食べられた。俺？そうなんです。食えんの？全部です。マジで？このハケのブラシ部分はウルトラマン若林の技。飴を極限まで細く引き伸ばし、本物の糸のように巻き取ったもの。これを束にすれば本物そっくりのブラシに。さらに柄の金属部分には食用銀粉を吹きかけ、木の部分はミルクチョコレートを重ね塗りし、リアルな木目を再現した。最後は虫 NG のレッセン、食通ゲテモノスイーツはこちらでございます。どうも、ケーキにタランチュラを乗せたタランチュラオンザショートケーキ。え、タランチュラはやばいって。リセンちゃんどう。あ、でも私イチゴ嫌いなんですよね。そっち。いや、それよりまずタランチュラやろ問題は。さっき食べてみた中、エビセンがどうみたいな言ってなかった誰か。久保ちゃん頑張ってください。美味しいかもしれない。エビセン、エビセン、エビテン。怖いよなんか。すげえな。じゃあそれではタランチュラ
オンザショートケーキ食べちゃってください。あ、喜んでる。どう？うん、下がんね。まだ頑張れ頑張れ。冷静。食べたで食べたで。味は？味は？エビの皮を焼肉屋さんで焼いて、その皮をうんって集めた味。わからん。みんな独特すぎてわからんねん。あ、でもいけるかもしれん。え？せやん。え、それ？やば。あ、うわ。あ、待って、どうも。どこで克服してんのよ。よし、熱々味噌煮込みスプレーだな。でかいからな。折りたたまらないですよね、これ。いいよ、やってるよ、貸せよ。うわ、これ熱い。熱いって。縁持て、縁。うわ、湯気出てる。おい、任せろ。おしゃいけ、回転スタート。試合スタート。一攫千金ヌルルトレジャーハンター2回戦が始まりました。宝箱に入っている賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段。ヌルヌルの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がやおっと、狩野英孝をしていきました。最高をしていた。また小峠回しました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく。小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤がついています。斉藤もしていた。さあ3人が並んで、小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よくリーガーわからないが、ガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝になっています。狩野英孝、足をまたつかせていなくなっていきました。小峠人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいった。またいだ。スーパープレー、スーパープレー。田中、田中スーパープレーの後ボンミスで落下。誰も階段を取っておりません。また一からのスタートになりました。小峠が速い。小峠が順調に上がっていく。ヌルヌルになれたか。小峠ここで落ちていった。佐野と一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、斉藤がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。大悟はなかなか階段を登れない。そして狩野英孝来ていると。小峠も速い。サイドから攻めている。3人がほとんど並んでいる。しかし一歩抜け出すのは誰か。この2006年春から始まったヌルヌルの歴史、ヌルヌル伝説の始まり、3年ぶりに感謝祭に復活したこのヌルヌルで、果たして誰が今日伝説を作ることになるのか。小峠がまた中央突破。現在トップに立っている。右足がちょっと危ないか。一歩ずつ一歩ずつ行く。狩野英孝を失敗。小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている。小峠は順調だ。小峠が一歩ずつ確認をする。ローションを確認。確認作業全員いった。さようなら。全員さようなら。足を使って田中の長い手足。まさにこれが神のモノマネを今までずっとやってきた。今日の日のためにヌルヌルのために田中は神のモノマネをやってきたと、そう感じさせる。カニ田中、カニ田中行け。カニ田中がゆっくりと手
足を伸ばし頂上にたどり着いてはないたどり着かなかった。戦いは8分を経過しております。残り6分取って放送時間がまずいです。皆さん本当に放送時間がまずいです。頑張ってください、頑張ってくださいとしか言えませんが本当に頑張ってください。緑の狩野英孝がリードを奪う。狩野英孝がリードを奪っていく。狩野英孝、さあまさにこのトレジャーハンターで狩野英孝が栄光を掴もうとしている。10万円を掴もうとしている緑の狩野英孝。この番組はサントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。